約90万円の原価消却費が計上されてきたんですけども付属設備の原価償却費が2024年から計上できなくなる予定なので90万から24万に減るので66万ぐらいの経費が減ることを意味します、まあ、住民税込みなんですが影響額大体19万20万ぐらいの税金に跳ね返ってくるようなイメージでございます。 このサブリーススキームとかも本当に広く皆さんやってらっしゃるスキームではあるんですけども税務調査も少し気にしないといけなくなってくるんですよ税理士が教える賃貸経営税金の基本この企画は税金の悩みを持つ大家さんに対し税理士がアドバイスをするという内容です不動産投資に必要な税金の知識を一緒に学んでいきましょう 今回の相談内容はこちら今回アドバイスをする税理士は黒滝大輔さん公認会計士でもある黒滝さんは税理士法人の代表として1200社以上の税務支援を行い不動産投資家の相談実績は400名を超えます不動産投資を学ぶなら「楽待ち」「ファーストロジック」 黒滝と申します。本日はよろしくお願いいたします。広と申します。よろしくお願いいたします。まあ私年齢は44歳でして、えー、上場会社、えー、まあ企業勤務ということで、だいたい年収がだいたい一千百万ぐらいあるという状況になっております。まあ物件としては都心エリアの区分のワンルームですねを今8個持っているということで、あとはあの太陽光発電のまあ投資っていうのもあれやっている状況になってます。 で、まあ、相当私学としては、大体今二億四千万ぐらい。うん、はい、ということで、少しずつあの増やしていっている状況ではあるんですけれども、ちょっと残高。年間のキャッシュフローというのが、あの固定産税払った後で、ちょっとマイナス二十万ぐらいに今なっているというところになっているという状況ですね。やっぱり将来的に定年をまあ迎えたりとかした時に、その後もやっぱり長く、今、人生百年とかって言われているので。 本当ににこののままででいいいいかなという,ふうには思っていてですねで、まあ、その中で、まあ、今は収入はあるんですけれどもやっぱり漠然とした将来の不安というのがありまして将来の内気の代わりであったりとか現役引退した時のまあ収入源の確保というところとあとはえまあ所得税もまあ収入に見合って払っている形になっているので、まあ、その辺りのまあ節税というか。 あの税金の、えーまあ、対策っていうのもあって、えー、それをきっかけであの不動産投資始めたという形になってます先ほど冒頭におっしゃられてた、年間のキャッシュフローがマイナスなんじゃないかというところもあって、えーはい、これ、本当に資産形成になってるのかなとか、はい、そういったところのご心配とか、ご不安はそ。それはすごくあります、それで今回、ちょっとご相談をさせていただきたいという。ご相談させていただきたい内容なんですけれども。はい、あの今まで私がした あの不動産投資で,です、ね、節税効果があったのかっていうのをちょっとお伺いしたいと思い過去3年間の確定申告書を事前に拝見させてはいただいているんですけども節税効果として大きかったのがこの短期間で物件を買い増しされてきてましたので買った当初って、えー、登録免許税ですとか不動産取得税ですとか。 司法書士さんへの報酬です。とか、いろんな処刑費かかることって多いじゃないですか？はい、なので、最初のその処刑費がまず大きく節税所得税を減らす効果としては大きかったんじゃないかなと思うところと、hiro さんの確定申告書を拝見していく中で、え減、ー、価償却費も一つのポイントだなと思っております。で、減価償却がですね。直近で特に購入されている物件に関しては、えー、建物をちゃんと躯体とか。 大設備とかで分けてて価消却費がよより多く取れるようになっていましたちょっとこの早稲田の物件で「デッドクロス」っていうものについても少しご説明を原価償却費と元金返済部分の雁金返済部分が大きくなっている状態のことを「デッドクロス」が生まれているみたいな表現だと理解してくれればいいんですけども。 実際の数字を見てリアルに説明させていただきたいんですけれども<あ>今、お手元に早稲田のシミュレーション表があるんですが、はい、今、この2020、去年までの21年今年の22年ではデッドクロスっていうものの状態はないです。で本当に言葉としては難しいのでちょっと数字をご覧になっていただきたいんですが2024年のところをご覧になってください原価償却費としては、えー、24万5000円ぐらい。 で元金の返済相当としてはだいい五57万ぐらいになる予定なんですけどもそうすると元金の返済の方が重くなっているのってわかか。りますすそうですね。2023年だと元金が56万ぐらいで減価償却八88万円なので減、はいえー、価昇格の方が多く、はいえー、計上できている計上されているのがここで変わってますね。はい。はい でこの23年と24年の結果がですね、実を言うと変わってくるんですけども、23年の場合は、はい、会計上の利益としてはマイナスになっています。で24年は今度減価償却金が減る減るのでプラスに黒字になっていきます。黒字になってますね、はい。黒字になること自体はすごくおめでたいことです。あ <laughs> ただただですね、今度デッドクロスの状態が生まれていると元金返済額自体はそんなに大きく変わらない。 ですよ税金払った後の手残りキャッシュっていうレベルで見ていくとちょっっとこの数字が変わってきます今回のシミュレーション上ですと、えー、所得税率をまあ今と同じ状態で続いていったと仮定した時の話なんですが、えー、その場合で見ますと今1万7,000円ぐらい残る。この 早稲田の物件から影響してくる、えー、税金の影響としては今23年は1万7000円ぐらいになるよプラスになるよで今度24年に関して見ていくと減、えー、価償却金が減ってめでたく利益は出るもののその分税金もついて回ってきますとそうすると、えー、手残りキャッシュっていう意味だと、えー、今より減ってしまうマイナスになってますね、はい、これまで節税効果減価償却金の効果が残ってたからよかったんですがえー 二十四年以降は、今度、元金返済部分の重,重さが出てくるというんですかね。結果、手残りキャッシュが減っていく方向に、ここで切り替わってきます。二千二十三年と二千二十四年で、何がちょっと大きく、数字が変わるか、というところ。あるんですけども、実を言うと、減価償却費のところをご覧になっていただきたいんですが。二千二十三年は、八十八万円ぐらいの減価償却費になっています。 で24年には、えー、24万円に今度落ちてきます、えー、その原因が先ほどもあった区体と付属設備に分けている中の付属設備の減価償却が終わってしまうことが一番の原因になっています、はい、あのこれこうやって実際に数字で見てみるとなんとなくデッ,ドデッドクロスっていうことの重要性といいますか、うん。すごくこれは表で見るとすごくリアルにもう,もうすぐ来てしまうなっていうのが。 もう非常に一目瞭然という形ですね,ですねでな,なので今後、えー、また物件をもしかしたら買われるかもしれないんですけどもその時にはですね一つ対応年数ですね減価償却費を計上できる期間のことを少し意識していただけるとあのご自身でもちょっとずつこれができるようになってくるかと思います整理しやすい考え方としましては購入される時に減価償却費を1年間でどれだけ計上できるかというのをまず把握してくださいこれはこれまでやってらっしゃるかと思います かついつその原価償却費が減るのかっていうところをご自身でやるなりその業者の方にシミュレーションしてもらうなりをしていただいてくださいそれと返済スケジュールが多分事前に分かるかと思うのでその中で元金の返済部分についいててて見てみてくださいその元金の返済部分と原価償却費の代償を比べてみて元金の方が大きくなってくるタイミングがあるとこの辺りから手残りが 減るかもしれないと思っていただければ変わってるかとかただ一つ一つの物件ごとで見ていくとこうやって分,分析ができるんですねで、そのその時のあの一つの判断材料がこのデッドクロスのところにもなってくるかと思うのでそこを意識して今後見ていただければと思います収益物件を高く売るなら楽町の一括無料査定収益物件の販売に強い会社が100社以上も登録査定依頼もスマホ一つで簡単 楽待の一括無料査定。全体でこう。増えていくとなんとなくまあいいかなっていう風な感じになっていますけど、実際はしっかりこう。1物件一物件見ていかないと戦略も重要ということですね。おっしゃる通りでございます。減価償却について、もう少しあの踏み込んで説明させていただいていいですか？はい、はい、今回あの8コマお持ちということで。あの？ 全物件のです、ね、せめて向こう10年間ぐらいのシミュレーションを私の方でさせていただいたんですけども、えー、分かりやすいのが1つ早稲田の物件についてはちょっと直近分かりやすいなと思ったんですけどもであのこれまで早稲田の物件では毎年大体89万約,90万約90万円の原価償却費が計上されてきたんですけども、えー、付属設備の原価償却費が2024年から計上できなくなる予定なので。 そうするとですね、躯体だけの減価償却費24万円ぐらいになります。90万から24万に減るので、66万ぐらいの経費が減ることを意味します。はい、で、広さんの所得税率を考えると、住民税込みなんですが影響額がですね、だいたい19万20万ぐらいの税金に跳ね返ってくるようなイメージでございます。大きいですね。はい、なのでこの減価償却費が切れるってことも。 一つポイントになってきます。何が言いたいかと言いますと、減、えー、価償却費が落ちてくることになるので、また新しく物件を購入して、えー、追加経費なり減価償却費なりを他の物件で賄っていく必要があったりもします。えー、ちゃんと物件としては会計上の利益も出ますし、えー、キャッシュもこの早稲田の物件回ってらっしゃるので、投資としては成功だと思います。ただ投資として成功する以上はやっぱりね、税金としては 跳ね返っていきますので、はい、これをそのまま税金として払っていただいてもいいですし何かうーんというところが思うのであれば違う物件の購入だったりもしくはまた違う投資で費用を使う作るようなことをしていかないといけないということですね結論としては節税効果はあったっていうのがあのそこははご安心いいいただければ、はい、と思います現在8物件今あの持っている状況なんですけれども、まあ、この中でえー どれを売却していくべきか、あとは残すべきかって、そのあたりをちょっと教えていただいてもよろしいですか？はいえ、恵比寿の物件、芝の物件三田の物件になってきます。で、この3つの物件に関しては正直言うと節税効果が今今時点ではあります。で、節税効果が切れる。来年。 もしくは武器にとっては再来年のものなんですけどもあの来年再来年にかけて、えー、手放すってことを検討した方がいいですなぜならばその節税効果がなくなるとですねあの今ですらのキャッシュフローがもう赤字になりがちなので空室が出た瞬間もっと赤字も膨らみますしあのやっぱり赤字がこれ以上続くこと自体はよろしくはないかと思うので売却に向けて動いていただいたらいいかと思いますで本当にもうタイミングとしても今からやっぱり動き出す検討していくっていうのは 大事かなとなかなかそんなすぐ売れるものでもないのですぐ売れるんであればいいんでしょうけどもあの理想的なタイミングとも来年なんですがあの今からあの下調べすするるなり何なりりししてみいいうのはお勧めいたします、はい、で今度反対に持ち続けるべき物件残すべき物件といいますと、えー、現時点ではどれもの他の物件残しておいていいかと思うんですが。えー もしこの先売却を検討するタイミングが来るかとするとデッドクロスのタイミングあと基本的には初期の頃に買われた亀戸とか八丁堀のところもですね実はもうデッドクロスのタイミングってもう既に到来しているんですよただこちらに関しては計算するとたまたまですねキャッシュフローとしては税引き前のキャッシュフローとしてはプラスになって金額がちゃんと残って 作れてる状態になっててますキャッシュが作れてるものにななってきます、はい、なので今すぐこれがマイナスに作用していることではないのであの売却する必要はないかなとは思っておりますまた初期の頃の物件ってこのタイミングで振り返ってみると比較的新しい物件を購入されてるんですよ亀戸と八丁堀って築年数的に新しい物件になってましてまだ今時点で14年とか。 そういった物件になっていますなのでこちらに関しても先ほど一つ申し上げた20年というのをちょっとポイントにしていただいて、えー、検討していただければなと思うんですけど、まあ、八丁堀とかは、ね、まだ確かにキャッシュはすごい生んではいるので別に売らなくてもいいんですけども売却に関しても例えば23年から25年ぐらいにかけて売却を視野に入れて情報収集してみてもいいのかなと思います。ただ今今すすぐ売っててととといいいいうことではないかと思いますで続いて今度早稲田 もう今時点では持っていていいかとは思うんですが早稲田に関しても先ほどのデッドクロスのところがあったかと思います。それが23年24年が1つのポイントになってくるかと思ってまして23年24年に関しては売却についての動き出しをしてみてもいいのかなともしくは家賃の値上げ交渉ができるのであれば値上げ交渉してみてもいいかなとは思います。それでで売却なんですけども 実際の売却って今売りたいと思ってすぐ売れるものじゃないじゃないですかです、ね。はい、<laughs> であのやっぱり大事なのはいくらで売れるかっていうのと、はい、いくらその売った時の手残りができるかっていうのが本当に当たり前ではあるんですが大事なところでございまして恵比寿芝、えー、三田の物件なんですけども実を言うとですね築年数がそれぞれそろそろ20年ぐらい経つ物件になってくるんですよ。であの実際のところは物件の評価自体はまあ金融機関さんとかが。 次の買い手さんの融資のためにいろいろ評価はしてくると思うんですけども一つやっぱりポイントは20年築年数のところでいうと20年が一般的にはポイントになってきますで20年が超えたからといって評価がすごい下がるかというとそうでもないんですけどもあの彼らは基本的にその数字もしくは計算式に当てはめて評価していくまず一義的には評価してきますので可能であれば20年より手前の方がまだ高い評価を出してくれる可能性が高いです基本的には皆さん多分ローンを 同じく組まれて買うので次の方がローンを組みやすい状態のタイミングも意識するのも一つポイントなのかなとその20年前後は本当にこの2023年24年ぐらいにはいなのでちょうど今からその売却を見据えて、えー、業者さんなりに相談を持ちかけていくっていうのは一つありなのかなと売却益もどれぐらい出るのかっていうのもちゃんと考えておかないといけない でしょうかはい、えー、ざっくりとした売却益の出し方なんですけども、はい、確定申告書の、えー、不動産所得の計算している紙分かりますか年間の賃料収入とか経費とかてて入れるところがありますね減、はい、価償却費を計算しているページもかかります減価償却費のはい、はい、でその減価償却費を計算しているページの右側 <laughs> 右端側ぐらいに今の期末の帳簿価格が載ってます。 そこの期末の帳簿価格に、はいえー、そこに出てるのはあくまでも原価償却資産なので建物と付属設備しか載ってないなですそれプラス土地相当の金額が、はいえー、あるんですけども土地相当の金額を足し算してあげたのが今ヒロ、えー、さんがお持ちのその物件の価値に帳簿上の価値になってきます。